はい、皆さんこんにちは。こちらね、オマースのライトニングスティックという製品ですが、まあ先日レビューをした時はですね、まあ、ちょっとテーマを絞ってまして、手書きノートアプリに、まあこのスティック内にね、入れた PDF ファイルがですね、まあ、こう読み込んだり、挿入できたりね、できるかっていうテーマだったんですよね。まあそれで、まあ3人の方から質問をいただきまして、まあこうお二方はね、この iPad 内で作った、まあこのオフィスのね、まあ、こう文書が、まあ、この Mac や Windows でね、まあ、こうスティックを介して開けますかっていうことと、まあ、もう一方はこの音楽ファイルをですね、まあ、この Mac などからまあスティックに入れて、それでこれをね iPad 内に入れてミュージックアプリで開けないかっていうことをね、まあ、質問いただきましたんで、今日はねその辺をやっていきたいと思います。はい、それではね、まあこれちょっとね、1週間使ってね、分かったのは、この専用アプリのね、WitStick というものの、まあこのファイル管理のね、中に、実はね、右の下に iPad って項目があるんですよね。で、この iPad を押すと、まあこう4つほどね、中身が見れて、1つはね、これね、写真で、もう1つは、まあおそらく iPad 内に入ってる、まあ音楽のね、ファイルだと思うんですよね。それとね、もう1つ、3つ目は、こちらはね、まあ、iPad で撮影した動画のようですよね。まあ、この動画のフォルダーに入ってるものが見れるようで、それでね、4つ目がね、この、これ開くとね、インボックスっていうのがね、出てくるんですけど、このフォルダーがね、どうやら、このフリーでね、何かを保存できるね、フォルダーなんですよね。ただこれ iPad 側なので、まあ、このスティック内にあるものではなくて、iPad にまあ、この WitStick 用のフォルダーが作れるみたいな、まあ、そんなような感じで、まあ、こう操作がね可能なようですね。でそれを踏まえてこちら iPad で作成したオフィスファイルを Lightning Stick に保存しパソコンで開くっていうね、まあ、そういうことをやっていきたいと思いますけども、で、まあ、まずはこの iPad のワードからですね、まあ、こう何かね一つ、まあ、テンプレートを作って文章を作ってみました。まあ、こう適当に編集して、まあ、それで念のためですが iPad 内に保存をしたいと思います。でこちらね今テスト文書という名前をつけて、それで iPad を選んで、それでね保存をね行いました。まあ、そうするとですね、この iPad の中にあるこの Word のね、まあ、フォルダーの中に、まあ、このテスト文書っていうのが入ったわけですね。で、これをね、もう一度開き直して、こちらのファイルメニューから、コピーを送信っていうのをね、選ぶんですよね。で、これを選ぶと、次、別のアプリケーションで送信するっていうのを選んで、まあ、それで、WitStick で読み込むっていうのを押しますと、そうするとね、このような画面になるんですよね。それで、まあ、これ見ると、ポップアップは、ファイルはファイル管理、iPad、4つ目のフォルダーに保存されましたって出てるんで、それでね、ちょっとどこに入ってるか見たいですが、まずはね、ファイル管理ですよね。それでこの右の上の4つ目のところに、まあ、インボックスというね、のが先ほどご紹介したのがありますけど、まあ、それをね、開いてみたいと思います。はい、インボックスを開くとね、このように、テスト文書というね、まあ、これワードのファイルが入ったわけですよね。で、これはね、あくまでもスティックではなくて、iPad 内の WitStick アプリのフォルダーに入ってるわけですよね。それで今、このスティックをね、スティックを差し込んで、そして先ほどのね、テスト文書を選んで、コピーかね、移動っていうのをね、選ぶんですね。で、今回はコピーを選ぶと、コピー先をね指定するように言ってきますんで、WitStick、まあ、このライトニングスティックのことですよね。これをね選びますと、このように貼り付けっていうねボタンが右に現れるんで、でこれをね押すと、これでねコピーがねされたんですよね。それでまあこのライトニングスティック内はどうかというと、まあ、これね見ると、うん、確かにね、この見てください、一番上にテスト文書
というねワードのファイルが入ってるわけですよね。なのでね、こちらこのライトニングスティックを取り外して、これ Mac の方でね見ていきたいと思いますけども、まあ、シャキンと裏返して差し込んで、そしてねマウントするのを待ってね中を見ていきますけども、でこちらマウントされたライトニングスティックを開くとですね、そうここにテスト文書というね、まあ、そういうファイルがあるん でこれをね Mac 版ですけどもワードでね開いてみました、まあ、そうするとね確かにワードでねこう開けるんですよね。なのでねこの作業は、まあ、ちょっと手間はかかるけどできないことはないようです。でこれ Windows はね自宅に持ってないので取引先の Windows につながせてもらいました。でそしたらね、まあ、問題なくマウントもできましたし、このワードの文章も開くことができました。ただこれ Mac でもね Windows でも関係ないようですね。それでこれ、まあ、操作の手順まとめましたけども、まあ、結構大変なんですよね。だからまあこの専用アプリを介して、まあ、このライトニングスティックにね入れるまでがかなり手数が多いようなね、まあ、そんな感じですよね。でこの WIT スティックというアプリ内もこの iPad 本体とスティックとねそれぞれあるんでちょっとややこしいです。でまあこれ iOS の Numbers でも同じ手順を踏んでできたんですけども、まあ個人的にはねこれだったらクラウドストレージをね使って、まあ、この iOS とか Mac で同じ文章をね編集する方がシンプルかと思いました。で逆はどうかと言いますと、こちらね Mac で今Excel のね文章をちょっとテスト用に作ってみました。でまあこれ作ったものをね今デスクトップに保存をしたので、でこちらをねこのファイルをこのライトニングスティックにねドラッグ&ドロップしてコピーをいたしました。それでまあこれコピーが完了したので、こちらのねスティックを取り外して、でこれをね iPad の方に持ってきたいと思います。ではい、込みまして、それでねこちらファイル管理から中を見ていきますと、まあ、そうするとねこの見てください、スティック内に Mac で作成っていうね、まあ、名前のをつけたですね、まず Excel ファイルが出ていることが確認できます。でそれでねこちらのファイルを、まあ、これまずはね選択しまして、それでね共有ボタンっていうのをね押すんですよね、右から2番目か。それで、で、これでね、出たポップアップから、Excel にコピーというね、ボタンを押して、まあ、この iPad 版の Excel で開くわけですね。で、こちら開いたとこですが、まあ、開くとね、これ、どうも読み込み専用のね、閲覧になっちゃうんですよね。だから編集ができない。で、編集をしたい場合は、こちらのね、ファイルメニューから、まあ、このようにね、複製して保存するっていうのを選んで、それで保存するとですね、まあ、編集も可能なファイルになるようですよね。ただね、やっぱりこれもクラウドストレージ使った方がシンプルにできんじゃないかと個人的には思いました。で、ライトニングスティック内の音楽ファイルをミュージックアプリに取り込めるかってことをやっていきたいと思います。で、これはね、iTunes のね、中にCD からね昔取り込んだ音楽のファイルなんですね。でこれを今スティック内にドラッグ&ドロップしてコピーしました。でこれをね iPad に持ってきたいと思います。でこれ iPad で、まあ、これ挿して、で専用アプリの WIT スティックが立ち上がります。でこちらのね、まあ、ファイル管理というのを、まあ、これ毎回そうですが選ぶとですね、まあ、確かにね一番下にねその音楽ファイルが、ね、入ってるんですよね。それでタップするとね、これ再生が始まっちゃうってことで、これ確かにね、しっかりコピーされてるわけですよね。それのファイルを今度は共有ボタンを押してね、それでミュージックアプリで読み込めないか今探してるんですが、どうもミュージックアプリは出てこないんですよね、これが。まあ出てこないってことは対応してないんじゃないかと思われるんですけども、で、この別のアプリで開くってボタンを押してもね、やっぱり出てこないんですよね。
だからまあちょっとね、音楽ファイルに関しては、まあその専用アプリのね、ウィットスティックでは再生が可能なんですが、まあ、どうもね、別のアプリに持っていくことはできないっぽい。まあ別のっていうか、ミュージックアプリに持っていくことはできないみたいですね。なんでね、まあこう残念ながら、こちらについてはできません。で、ドロップボックスでもね、同じことができるんじゃないかと思ってちょっとやってみました。まあ仮にね、ドロップボックスでできるんだったらそれもありかなってことで、で、今ね、この音楽ファイルをね、選んで、エクスポートっていうのをね、ドロップボックス内で選んでですね、それで、まあミュージックアプリに読み込むことができるかどうか、まあ同じようにね、先ほどと探してるんですけども、やっぱりね、見つからない。で、別のアプリで開くというのを探しても見つからないんですよね。だからね、やっぱそもそもミュージックアプリにはこういう方法ではね、まあ、何かファイルを持っていくことはできないみたいですよね。だからドロップボックスでもダメでした。それでまあ、いずれにしてもね、この著作権で保護されたファイルはですね、まあできないと、まあこの製品の説明書きに書いてますんで、まあまあそれはね、当然のことかもわからないです。それでね、こうまあメインの使い方ってどんなものかなって考えたときに、まあもちろんね、先日ご紹介した、まあ、PDF ファイルを、まあ、この手書きノートアプリにね、持っていく方法なんてあると思うんですよね。まああとはね、これ一番ね、良さそうなのは旅行や出張先などでね、iPhone でこうバンバン写真撮るじゃないですか。まあ、写真も動画も撮りますよね。で、ところがね、よく聞く話で、やっぱりね、盗難とか水没とか破損とか、まあ、そういうのを旅行の途中でしちゃって、まあ、それまで撮った写真がね、すべてお釈迦になっちゃうっていうことがね、あるんですよね。で、私にも仕事の関係でね、そういう人いたんですけども、で、なんでね、まあ、これ、出張報告書にね、貼る写真がなくなっちゃうと困るんで、まあ、こちらね、まあ、このホテルに毎日帰った時に、まあ、このスティックにね、バックアップをしてですね、それで、まあ、二重に保存ができるとね、これ iPhone なくしたりしても安全じゃないかと思います。で、あとはね、これ文書の閲覧は、この専用アプリのね、ミッドスティックで可能なんですよね。で、これがまあ主要なファイル形式はこんな感じで、まあ、そうじゃないものもね、ものによっては見れましたね。結構多岐にわたって閲覧は可能なようです。で、編集はというと、まあ少なくともね、この Word、Excel、PowerPoint とか PDF はね、可能みたいですけども、まあ、ただですね、各種アプリの iPad 内の保存場所にね、転送して開くことができるという感じで、まあ、これね、クラウドストレージのように、まあ一箇所にね、保存したまま、まあいろんな種類の端末から、まあ、編集ができるっていうものとはちょっと違いますよね。ファイルがね、複数にね、散ってしまうんですよね。ということで、まあ、このライトニングスティックもですね、まあ、これ iOS 11でね、このファイルアプリっていうのができるみたいなんですが、まあ、このストレージとして認識ができるといいですよね。で、まあ、ちょっとできるかどうかね、試してないんですけども、まあ、もしそれが可能になると、使い方はね、だいぶ変わってくると思うんですよね。で、まあ、iOS の11のね、正式リリース後にね、ちょっと再度試してみて、まあ、結果をね、ご報告したいと思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。